全国防具付け空手道選手権大会は、防具付き空手の全国大会。主催は全日本空手道連盟連部会。全日本空手道連盟連部会が主催し、全日本空手道連盟の協賛のもと毎年9月に開催されている防具付き空手の全国大会である。空手道の全国規模の大会では、最古のものであり、 全日本から手道連盟との申し合わせによる数回の中止もありながらも、1971年以降は毎年開催されている。その歴史は古く、昭和29年5月の関東から手道選手権大会の成功を受けて、同年の12月に初めて開催された。これは、空手道の全国規模の大会としては最古のものであり。 空手道の競技化の一早い成功例となった。なお、この大会を第5回第9回まで開催していた全日本空手道連盟とは連部会の救名であり、現在の同盟の組織とは異なる。その後、現在の財団法人全日本空手道連盟結成後、その協力団体は全国大会を当分開催しないとの申し送り事項が結ばれた。 他団体がそれを放棄する中、連部会はその公約通りに全国大会を中止しているため、第9回大会から第10回大会までは7年間のタイムラグがあるが、その間は大対策としてアジア大会を開催した。第20回大会から一般女子の部が開設。また、第40回大会からそれまで上ェア指での見技ありとなっていた回し蹴りにおいて、 配属部分での蹴りも技ありとして認められるようになった。1954年に始まって以降、数回の中止を経ながら2009年の大会で48回を数えたが、大会の名称自体は過去に数度変更されている。以下に、その変遷、括弧内に開催場所を記す。大会出場資格は、連部会の各県からの選抜選手のほか、オープン参加枠がある。 この枠での出場資格は初段以上であり、流派は問われていない。また、県大会入賞者には、多流派選手も含めて全国大会参加資格を付与している県もある。なお、2013年度よりオープン参加者向けに、ボーグストロングマンの貸し出しを開始した。ありがとうございます。